平成9年4月24日安城産業文化公園デンパークフローラルプレイスにおいて、安城市とデンマークコリング市との友好都市提携調印式が行われました。鈴木愛知県知事、ヘデゴーデンマーク駐日大使の立ち会いのもと、杉浦安城市長、アンデルセンコリング市長ら両市の関係者が協定書に署名を行いました。日本デンマークとして知られる安城市にとって、このデンマークコリング市との友好都市提携は長年の夢でした。調印後、杉浦市長とアンデルセン市長は固い握手を交わし、末永い友好を誓い合いました。また同じくこの日、デンパーク水のステージではデンパーク竣工式典が行われました。このデンパークは環境を重視し生活を楽しむ国デンマークをモデルに設計されたもので、花と緑ある暮らしを提案するテーマパークとして建設が進められてきたものです。建設してまいりました。4月29日、安城産業文化公園デンパークが待望のグランドオープンを迎えました。正面ゲート前には朝早くから長蛇の列ができ、開園とともに大勢の人々が入園されました。この公園はデンパーク水のステージでは、あふれんばかりの聴衆を前にグランドオープンセレモニーが行われ、杉浦市長からは喜びの言葉が述べられました。全国に発信をいたしたいと思っております。次にデンパーク花の大使に選ばれた女優の今野美沙子さんに、杉浦市長から任命状が手渡されました。この花の大使はデンパークの魅力を全国の人々に伝えるもので、美しく爽やかなイメージの今野さんはまさに花の大使にふさわしい人物です。皆さんのお力もお借りして、花と緑とそして豊かな時間が流れるデンパークを、このデンパークの中の、それこそ花と緑のように皆さんと一緒に育ててまいりたいと思います。花、緑、暮らしの提案、デンパークのオープンです。どうぞ。デンパーク開園を記念して、花の大使今野美沙子さんによる記念植樹も行われました。デンパークのオープニングウィークはゴールデン期間中にもあたり、予想を上回る15万4048人もの人々が来場。園内ではさまざまなイベントが開催されました。4月29日水のステージでは NHK テレビ趣味の園芸の公開録画が行われ、多くの園芸ファンが詰めかけました。デンマークからはデンパーク開園を記念して舞踊団が来日、素敵な踊りを披露してくれました。オープニングウィークも佳境を迎えた5月4日にはマイク真紀さんのコンサートが行われ、アットホームな雰囲気に場内も盛り上がりました。寂しかった僕の庭に花が咲いた、たった一つ咲いたバラ、小さなバラで、寂しかった僕の庭が明るくなる。安城
市赤松町にある安城市総合福祉センター内にふれあいサービスセンターがオープン。7月10日開所式が行われました。このふれあいサービスセンターには高齢者、障害者や介護者がいつでも気軽に相談ができる相談窓口としての役割、また医療、保健、福祉関係機関との連携を図り、機能的な福祉サービスが提供できるよう関係機関との調整を行うなどの役割があります。安城市ではこのふれあいサービスセンターを拠点にさらなる福祉サービスの充実を目指します。8月1日から3日まで行われた安城七夕祭り、デンパークでも七夕飾りが見られました。日本三大七夕祭りの一つに数えられる安城の七夕祭りも今回で44回目を数えます。 JR 安城駅前デッキ下の特設舞台では阿波踊りやフラメンコなどのショーが繰り広げられ、人々の熱気とともに大いに盛り上がりました。七夕祭りといえば笹飾り、色とりどりに飾られた笹飾りに多くの人たちが酔いしれていました。8月5日、安城市議会本会議場に市内の各中学校の代表生徒32名を招き、21世紀の安城市を展望してというテーマで安城市子ども議会が開かれました。傍聴席で多くの父兄や学校関係者が見守る中、生徒たちからは市政に対して個性豊かな質問や活発な提言が飛び出しました。杉浦市長をはじめとする執行部は大人顔負けの意見に感心しながら丁寧に答弁を行いました。生徒たちから出された意見は豊かな市の将来の実現に大いに役立てられることでしょう。8月10日、市政施行45周年を記念して安城市民会館で NHK の人気番組のど自慢の公開生放送が開催されました。昭和47年以来、実に25年ぶりのことです。この日番組には3046通にも上る応募者の中から予選を勝ち抜いた20組が出場しました。チャンピオンには未来予想図2を歌った日系ブラジル人の佐野スダナさんが選ばれ、番組に花を添えていました。卒業してからもう3度目の春、相変わらずそばにある同じ7月26日から8月24日までデンパークで開催されたサマーナイトフェス97。光
間中ライトアップされた園内の建物は幻想的な雰囲気を醸し出していました。安城市東栄町横根畑地内に市内初の地域福祉センター北部福祉センターが完成。9月29日開館を記念してテープカット式典が行われました。この北部福祉センターは在宅の虚弱老人や寝たきり老人、身体障害者を対象に老人デイサービス事業、身体障害者デイサービス事業などを行い、各種のサービスを受けることによって心身機能の維持を図るとともに介護している家族の負担を軽減することを目的としています。この北部福祉センターはこれから北部地域福祉活動の拠点としてその役割が期待されています。10月19日市政45周年記念安城子ども祭りが安城総合運動公園、安城市青少年の家他の会場で開催されました。5年ぶりになる今回の子ども祭りには家族連れを中心におよそ1万9200人もの人々が訪れ、どのイベントも多くの人でにぎわいました。今流行りのミニ四駆コーナーや動物たちと直に触れ合えるワクワク動物園など、会場内は楽しいイベントでいっぱい。中でも注目を浴びたのが熱気球。秋晴れの空に悠々と舞い上がる熱気球に子どもたちも大はしゃぎ、楽しさいっぱいの一日を過ごしました。11月8日9日の2日間安城市市政施行45周年を記念して安城市産業フェスティバル愛知フラワーフェスティバル97がデンパークで行われました。デンパーク館とクラブハウスを会場に行われた愛知フラワーフェスティバル97、愛知県産の花が一堂に展示されフラワーコンテスト、花の装飾展示、フラワーデザイン講習会などが行われました。同じくデンパーク内で行われた今回の産業フェスティバルは物産ゾーン、グルメゾーン、イベントゾーンの3つのゾーンに分かれて行われました。物産ゾーンでは郷土の物産や土産品などの展示販売が行われ、大勢の人々でにぎわいました。またイベントゾーンではテレビ番組何でも鑑定団でおなじみの中島清之助、岩崎博正両先生を迎えて公開録画が行われ、会場を沸かせていました。11月23日安城産業文化公園デンパークで入園者が100万人を達成しました。記念すべき100万人目の入場者となったのは犬山市にお住まいの西村博さん。この日は秋の親睦会でデンパークを訪れたということです。今日は私どもデンパークは開園以来およそ180日目異例のスピードでの100万人達成となりました。平成10年1月3日安城市王林小学校を発着点に第30回安城市新春矢作川マラソン大会が開催され、子どもから大人まで2106名もの人々が参加しました。
今回は市政45周年と大会開催30回を記念して特別招待選手として谷川真理選手を招待。例年にも増した盛り上がりを見せました。はい、始めてきます。運転中です。谷川選手は 1.5 キロのジョギングの部と10キロの壮年男子40歳以上の部で参加者と一緒に走りました。東京国際女子マラソン、パリマラソンで優勝するなど輝かしい記録を持つ谷川選手は日本を代表するトップランナーとして知られています。結果、谷川選手は見事2位でゴールイン。終始余裕を見せてのレースでした。この他の参加者たちも小学4年生から壮年男子50歳以上までそれぞれの部に分かれてこの日1日マラソンを楽しみました。1月20日安城市立高田名小学校で給食週間記念会食会が開催されました。この給食週間記念会食会では昭和63年度以降姉妹都市の料理を学校給食の献立に取り入れています。10回目となる今回は平成9年度より有効都市となったデンマークコリング市の郷土料理スモーブローランチの会食会となりました。この会食会にはデンマーク大使館ベンツ・リンドブラッド参事官をはじめ安城市 AET 講師3名をお招きしました。このスモーブローとはパンの上に肉や野菜、チーズ、果物などをいろいろ乗せて食べるオープンサンドイッチのこと。デンマークではナイフとフォークを使って食べるメインディッシュでパーティーなどでよく食べるそうです。参加者全員が和気あいあいと昼食を楽しみました。3月7日8日の2日間新幹線三河安城駅一円で三河安城駅開業10周年記念フェスタが開催されました。7日には新幹線駅南口で開幕セレモニーが行われたほかミス七夕が一日駅長を務めるなどコンコース、連絡通路、駅周辺特設会場では10周年を記念して様々なイベントが行われました。昭和63年3月の開業以来市民に利用されてきた新幹線三河安城駅、これからも市民の足としてさらなる発展が期待されています。3月26日安城市深間町地内で安城市消防署西出張所の開所式が行われました。地元住民にとって待望のこの西出張所は榎前町、高田名町、日本木町、深間町、箕輪町、緑町を管轄区域としています。所内には事務所のほか和室、食堂、仮眠室が設けられるなど署員が万全の体制で職務に臨めるようになっています。また迅速な消防活動を進めるため本部からの指令は無線とともにファックスで指令書として送られ
即座に出動場所が確認できるようになっています。市民にとって大きな心の拠り所がまた一つ増えました。花と緑のある暮らしを提案するデンパーク。デンパークは本当の意味での豊かさに出会える場所です。園内は1年を通して花と緑であふれ、市民の皆さんにも自然に触れていただくことができます。それではこの魅力あふれるデンパークを簡単にご紹介しましょう。こちらはデンパーク館、デンパークの総合案内施設です。映像メディアや展示ディスプレイによりデンパークの紹介をします。ここはフローラルプレイス、花の大温室。四季折々の花で飾られたおよそ3600平方メートルの大温室の中にデンマークの街並みを再現しています。そしてこちらはマーケット。ここでは地元特産のハムやソーセージ、新鮮な野菜や花などが販売されています。パン工房では素材と手作りの味にこだわり、いつでも焼きたてのパンを味わうことができます。こちらは花と緑を素材に新しい生活環境を提案するクラブハウス。1階の園芸スタジオでは園芸教室など花と緑に関する各種講座を開催。2階のファームキッチンでは地元の肉を使って本格ソーセージを手作りできる手作りソーセージ体験教室を開催しています。クラブハウスに併設したガーデンレストランでは伝統の安城和牛を使ったバーベキューが楽しめます。レンガ作りの建物は三河地方で初めての地ビール工房。地元安城で作られた安城だけのビールを楽しむことができます。地域の個性あふれる郷土料理が味わえるふるさと館は日本情緒あふれる安らぎの空間です。市制施行から45周年を迎えた安城市。これからも安城市は市民の皆さんに豊かな暮らしの場を提供するとともに、来るべき21世紀へ向けて潤いと活力に満ちた創造性あふれる街を目指します。